この前取り上げた小泉進次郎環境大臣のプラスチックは石油由来発言に対しネット上で批判が殺到した件。どうもその件について小泉環境大臣が回答したみたいだよ。今日はその内容を紹介するね。小泉環境大臣はプラスチックは石油由来に対するネットでの批判の声について次のように答えたみたい。小泉進次郎環境大臣は23日午前の記者会見でプラスチックが石油由来であることを紹介した自身の発言がインターネット上で波紋を広げていることについて正確に多くの人に知ってもらいたいと説明する一環。改めてそうだったねと思ってくれる人がいればプラスでしょうと語った。小泉氏が18日のラジオ番組でプラ原料をめぐり石油だが意外に知られていないケースがあると発言したところ、インターネット上でみんな知っている、環境大臣は今まで知らなかったのかなど小泉氏を揶揄するようなコメントが多く寄せられていた。小泉氏はそうした批判も念頭に一つ一つ気にしていたらやっていられないこともあるとも語った。まあうまくかわしたような対応だね。しかし今回の声は批判というよりも国民の真の声だと思うんだよね。だから一つ一つ気にしていたらではなく気にしなきゃいけないと思う。そもそもなんでこんなに批判の声が殺到しているのか小泉環境大臣は理解しているのかな。今回ここまでプラスチックは石油由来発言に批判の声が殺到したのはレジ袋有料化の惨状とスプーン有料化に対する不満から来てるものなんだよ。レジ袋有料化やスプーン有料化はどう考えても愚策。そんな愚策を推し進める小泉環境大臣の大臣としての資質を多くの国民が疑ってるんだよ。そんな疑いの目を向けている矢先に飛び出したプラスチックは石油由来発言。だから今回ここまで批判の声が殺到したんだと思う。今回のプラスチックは石油由来発言への批判は単なる批判ではないんだよ。小泉大臣のこれまでの言動や行動や政策を見てきた国民の本音なんだよ。だからこそそんな国民の声を気にしないではなく気にしなきゃいけないと思う。それが大臣としての姿勢なのではないのでしょうか。とにかく小泉環境大臣は今回の多くの国民の批判の声を真摯に受け止め、政策へ生かすようお願いします。これ以上国民を振り回さないでください。